ここも線路がある。この第3層はかなり広いエリアですよね。どんだけでかい洞窟なの。天然の洞窟なんですよね。あー、爆破されてる。通れないですよね、当然。ひどい。川みたいになってんだな。わー、綺麗。あ、でも行けるじゃないですか。崩れ落ちそうだな。危ない。大丈夫かな。 OK ですね。もう崩れそうだな、この場所は。これだけ残ってたらそのまま渡っちゃいそうですもんね。わー、こっから見るとすごいな。宮殿みたいになってる。あっち側も町があったのか。とてつもなく広い。んー、あー、待って待って待って、オートタレットか、これ。うわっ。オートタレット、これか、砲塔って。なるほど。これで迎撃しようとしたのか。あ、ここにもありますね。こっちは壊れてる。よいしょ。これで、これで新しいエリアか。暗い。ここも居住エリアなんですよね。なんか工場っぽいけど。線路が。こっから入れんのか。何もないですね。よいしょ。なんだこれは。はい。うん、やっぱ工場っぽいな。資料がある。なんだろう。キーワード、ヤギの検知で開始したインターコムシステム経由自動録音の書き起こし。ゾフィア・ナバク・オーバ。あのヤギ何か妙だね。あー、会話とかも全部録音されてんだ。妙って何がだ。角も尾っぽもあっただろうが、ごく普通の。あ、これさっきのなんか洞窟内で見つけたヤギの話か。でもあれの様子見ただろう。様子ってヤギらしくしてたろ。その辺に突っ立ってよ。そう、草の上に突っ立ったまま一口もクリアしなかったのさ。腹が減っていなかっただけじゃないか。アロイジ、腹をすかしてないヤギなんかいやしないよ。そんなのは二つ頭の子牛みたいなものさ。ヤギが結構重要なのか、この。何なんだろうな。なんか洞窟内でヤギを見つけたっていうのはさっきメモに書いてあったけど、あ、ボタンがある。ん？あ、選べるな。ああ、ドア開いた。動かない。ほう。ああ。はあ。ああ。ここで家畜をあれしてたのか。なるほど。家畜を飼ってたのか。あ、こっち側にもあんな。
はい。Can you see this? No, what are you? It looks like a food processing factory. 食品加工所。Eva? Eva? 電波が悪いのか。とりあえず行ってみましょうか。あー、開いた。下のドアも開いてたんですよね。あー、行けないと。そこドア開けましたもんね。飛べるの？この高さから。ちょっと怖いですけどね。行くの？おい。おー、あー、落ちた。あー、待って。え？機械を止めて、機械を止めて。あー、あー、危ない。避けて、避けて、避けて、避けて。おー、危な。あ、危な。食品加工場だ。やっぱ一応生き物はいたんですね。豚とか、そうか、連れてきたのか。確かに食料は大切にしないといけないんですもんね。危な。はあ、すごいな。何人ぐらいシェルター内いたんだろう。何千人とか何万人単位なのかな。でもそんなに賄えないですよね。これミンチにしてたのか。すごい。あ、そこにも機械ある。電波悪いな。You saved my life, and not just now. When my mom passed away, I didn't think I could carry on alone. There was no one, nothing left for me to live for. まあ、ずっと一人だったわけですもんね。I tried looking for Lucien because I needed someone to be there for me. And that someone was you, not him.I have a goal now. おお。おお、開いた。なんだそれ。聞こえてたのかね、エヴァは。なんか悲しいお話になりそうな気もするけど。あー、すごい。植物も育てたんだ、ここで。すごい科学力だな。あ、なんかある。メモか。要請書。移住本部によれば、1960年3月1日までに200トンのスペルト小麦が供給される。あ、やっぱこれ集めてたって書いてありましたもんね。だが現在のところ供給は一切なされておりません。これは至急の問題です。迅速な応答を求めます。応答。要請を確かに受領しました。遅延はポーランドの蛮族どものどしがたい愚かさによるものです。親衛隊の全焼を爆破するつもりだったところ、爆弾が予定よりも早く起爆したのです。そのせいでツルチェンドルフに送る予定だったスペルト小麦を貯蔵していた倉庫に被害が及びました。できる限り早くスペルト小麦を供給いたします。シェルター内で食料が不足したのか、さっきもなんか分け与えるみたいな話になってましたもんね。まあ、その、占領する前から食料は不足してたのか。これなんだ？何の植物だろう。はい。ハウスか。いやー、すごいな。ほんと世界観がいいですね。どっちから行こう。どっちから行ってもいいのか。はい。何かあったりはしなさそうですもんね。
結構選択肢とかいろいろ分かれてるからな。あ、これはなんだ。ここの責任者の部屋かな。みんなすっかり夢中だ。祖先の信仰の話で誰も彼も大騒ぎ。捧げるものをしたい。あ、そっか。なんかこう信仰を持った人たちと反乱を起こそうとした人たちでこう派閥が2つに分かれたのかな。神々を喜ばせつつ捧げ物を損なわずに回収できる方を考えなくては。炎が必要だな。そうでないと信じてもらえない。何かを投げて乗せたら火が吹き上がるようにしなくては。 LED か何かを使うのはどうだろう。どっかにライトがあったはずだ。仕掛けがバレないように連中が供物の炎に近づくことだけは避けないと。捧げ物をする場所は聖なる木が良さそうだ。炎の背後に穴を用意して太陽光発電セルを回路につなぎ、炎を増幅するインパルスを送るようにする。その下に捧げ物用のコンテナを用意して貯蔵庫にまっすぐ送るようにしよう。全く電子機器をいじる羽目になると分かっていたし、さえなんかにならなかったのに。あー、じゃあヤギも全部でっち上げた話のあれなのか。こうシェルター内の人たちを信じ込ませるためにやってたのか。神々に捧げる食料っていうのも裏ではこう自分たち用に回してたのかな。なんかそんな感じの話っぽいですね。またすごい分厚い扉だな。開く？はい。おお、開くんだ。何があんのこの先。うわー、すごい。うわー、怖そう。あ、次の章ですね。抑うつ。どんどん重い話になってきそう。とりあえずこの先もどんな風になっているか見ていきましょう。